昨年9月に開幕した WE リーグ、2年目のシーズンは WE リーグ初のカップ戦でスタートしています。初代カップ戦女王の座につくのは一体どのクラブでしょうか。2022-23 WE リーグカップグループステージ第2節グループ A、 三菱重工浦和レッズレディース対アルビレックス新潟レディースの一戦をお伝えします。会場は浦和駒場スタジアムです。実況は安田美香がお届けします。さいたま市、今日は日中よく晴れて気温34度まで上がりました。昼間の暑さが残る浦和駒場スタジアムです。先週から始まった WE リーグカップ公式試合として実施されています。グループステージは全6節、11チームを6チームと5チームの2グループに分け、各グループで1回戦制によるリーグ戦を行います。そして各グループ1位チームが決勝へ進出、10月1日に初代カップ戦女王が決まります。グループ A の順位ですが、浦和と大宮前節2得点取りましたのでともに1位、新潟と他3チームは1得点でしたので3位タイという順位になっています。少し風が吹いています。浦和駒場スタジアムです。画面右から左へ時折強い風が吹いています。ただまだ非常に蒸し暑いです。浦和は前節大宮に2対2の引き分け、2点先制されましたがアディショナルタイムに直本塩越のゴールで追いつきました。新潟は前節エルフェンに1対1の引き分け、フリーキックから先制されましたが1分後道上のゴールで同点に追いつきました。今両チームの選手たちが入場してきました。赤のユニフォームがホームの浦和、白のユニフォームがアウェイの新潟です。ホームの浦和は昨シーズン2位、13勝3分け4敗、40得点24失点、この40得点はリーグ1位の結果でした。アウェイの新潟は昨シーズン8位、4勝7分け9敗、20得点30失点という結果でした。両チームの選手たちが一礼して、これから写真撮影へ向かいます。こちらがホーム浦和のメンバーです。今日は浦和のホームゲーム開幕戦です。ではホームの浦和スターティングメンバーご紹介します。ゴールキーパー初先発です、山崎凛。ディフェンダー遠藤優、高橋実、上野咲、佐々木真由、ミッドフィルダー塩越柚穂、柴田花江、直本光、フォワード清家紀子、菅沢結香、安藤梢という先発メンバーです。サブにはユース所属中の角田風花が入っています。監督は楠瀬直樹監督、2年目です。今日の審判団です。主審一木千尋、副審千葉恵美と山内恵美、第4の審判は谷本七子です。アウェイ新潟のスターティングメンバーです。ゴールキーパー高橋智子、ディフェンダー加藤しおり、イヒョギョン、浦川莉子、北川光、ミッドフィルダー園田優奈、山谷瑠香、上尾延恵、フォワードが初先発です、山本結菜、道上彩香、そして初先発田中聖羅16歳です。サブのメンバー7名まで入れますが新潟は6人のみとなっています。監督は村松大輔監督です。今日は浦和のホームゲーム開幕戦です。 WE リーグカップグループステージ第2節グループ A、 浦和対新潟の一戦をお伝えしています。浦
浦和の楠瀬監督は今日のゲームについて、先制点がより大事になる、立ち上がり10分から15分がポイント、若い選手が出るので不用意なパスミスがないように全員攻撃全員守備で戦いたいと話しています。新潟の村松監督は、浦和は個の能力が高い、浦和の強力な攻撃を今日いかに抑えるか、それだけでなくボールをどれだけ前に進められるか、速攻にもトライしたいんだと話しています。新潟はゴールキーパー変えてきました。浦和もゴールキーパーが18歳の山崎凛、初先発となっています。両チームの選手たち、円陣を解いて今ポジションに散らばっていきました。前半左エンドに赤のユニフォーム、ホームの浦和、右エンドが白のユニフォーム、アウェイの新潟です。今前半の45分がスタートしました。長いボール、菅沢のところへというボールでしたが、ゴールキーパー高橋智子です。今季初出場、初先発となっています。昨シーズンは6試合に出場したこの高橋から、新潟のスローインです。浦和のクリアです。山谷、神尾延、ここは塩越がブロック、塩越持ち上がりますが奪い返しました。新潟、長いボール裏へのボールですが、ゴールキーパー浦和の山崎凛が抑えました。今日は浦和4バックで入っています。前節新しいシステム 4-3-3 を試した浦和ですが、今日も後ろ4枚でスタートしているように見えます。右サイドにこの遠藤優が入っています。右サイドバックです。柴田清家、ここはライン割りました。新潟のスローインに変わります。新潟も立ち上がり4バックで入っているように見えます。浦川リコとイヒョギョンのセンターバックです。遠藤のスローイン、菅沢、右サイド清家、清家奪いました。北側からここがつながればというところでしたが、道上へのボールは浦和が最終ラインで回します。今日はこのセンターバックが高橋実り、 B デビューです。昨シーズンは出場ありませんでしたので、今日が初出場、初先発となります高橋です。浦和のスローインに変わります。このセンターバックの上野と高橋実りのセンターバックコンビになりました浦和。浦和はセンターバックの南萌香がイタリアローマに移籍しまして、まあ、その後釜が誰になるのかということで注目されていましたけれども、この高橋から左に広げます。左サイドバック佐々木、縦入れる、中へ倒れて笛です。新潟ボール、イヒョギョン斜めのボール、クリアです。今日浦和は清家、紀子と
菅沢結花が前線に配置されています。菅沢が頂点で右に清家でしょうか。左サイドからここは新潟が取り返しました。ただすぐに奪い返します。浦和塩越下げます。センターバックの上野、道上がプレスに行きます。今日初先発の田中も寄せていきました。上野から浦川ブロック、清家、清家強い、クロス、高橋がここは収めました。清家紀子、今日初先発となっています。前半は後半の頭からの出場でした。浦和ユース出身、昨シーズンは全試合に出場、3ゴールを挙げました。一度ゴールキーパーまで戻します。左サイド長いボール、新潟のクリアです。こぼれて安藤梢、ドリブル持ち上がる、安藤中に入ってくる、浦川がしっかりと対応しました。立ち上がり浦和が新潟のゴール前まで押し込んでいます。浦和のスローイン、左サイドバックの佐々木真由、直本、直本光です。前節1ゴールを挙げました。アディショナルタイムの1点目を決めたのがこの直本、クリアです。左サイドの攻防、安藤、ここは新潟がマイボールにしました。さあカウンターに出られるか新潟、田中セイラのドリブル、田中持ち上がる、山谷右足シュート決まった。先制は新潟。前半7分でのゴールです。新潟先制です。田中聖羅から中央、山谷が右足で決めていきました。山谷ルカ、 B リーグカップ初ゴールです。ガッツポーズです。山谷、浦和対新潟のゲーム、新潟が1点リードしています。浦和は1点を追いかける展開となりました。浦和の楠瀬監督、立ち上がり10分から15分がポイントだというふうにコメントされていたんですが、新潟この山谷がしっかりと駆け上がって中央から決めていきました。柴田下げて右へ展開します。清家追い越す、遠藤、その遠藤、塩越、直本、清家右サイドからクロス、サイドネットでした。清家のクロス、これはサイドネットでした。前節は前線の左で後半から出場したこの清家ですが、今日は前線の右でプレーをしています。頂点に菅沢、そして左に安藤、梢という並びに見えます。山谷ヘディング、遠藤が下げます。今日初先発の山崎凛、18歳です。浦和は前節
433という新しいシステムにチャレンジしました。今日もその433で立ち上がり入っています。楠瀬監督は、昨シーズンまでの4231あるいは442に関してはすでにこれくらいのことはできるなというものがあるんだと、だからこそシステム変更など変化を加えてチャレンジをしていると話しています。右サイドバックに入っています遠藤優、塩越縦入れる、山谷、田中聖羅です。田中ドリブル、右足振っていった、コーナーキックです。新潟、田中聖羅、今日は初先発です。お父様は2001年から12年まで浦和でプレーした田中達也さんです。今日はお父様にとっても古巣対戦となっています。新潟のコーナーキック、中央に選手たちが固まっています。中央ゴールキーパー飛び出しました。ここは浦和のボールに変わります。山崎凛から田中実りです。ボランチ柴田花江、キャプテンです。今日センターバックの左に入っている上野、直本、菅沢前を向きます。強い、右へ広げる、遠藤優、一度下げて縦入れます、落として柴田から遠藤です。塩越スルーして中、清家右足のシュート決まった、同点、安藤梢です。追いつきました浦和。立ち上がりから両チームにゴールが生まれています。直本から清家、右足、安藤が詰めていました。安藤今シーズン初ゴールです。1対1、浦和対新潟、立ち上がりに両チームともゴールが生まれています。さあ振り出しに戻りました。浦和対新潟のゲームです。今日は浦和のホーム開幕戦となっています。が最終ラインと田中が行きます。柴田プレスに行きます。新潟、浦和の選手が倒れています。柴田でしょうか。柴田と園田優奈、田中聖羅の2人で挟みました。柴田立ち上がれません。今メディカルスタッフもピッチに入ってきています。キャプテンの柴田花江、浦和一筋13年目の選手です。柴田は昨シーズンは全試合フル出場、1ゴール挙げています。神浦学園高等部からの浦和への加入13年目です。浦和駒場スタジアム、風はあるんですが今日は非常に気温が高くなっています。心配そうに見つめる浦和のサポーターの皆さんです。
柴田立ち上がりました。一度ピッチに出ます。ピッチの外に出ます。サポーターの皆さんから拍手が送られています。ゲーム再開です。浦和のセンターバック高橋みのり、長いボール、ここは新潟の北川光がスローイン入れます。山本から、ここは山崎が出てきました。ユース所属18歳西登録の選手です。高橋みのり、菅沢、遠藤、もう山本が行きました。右サイド清家、清家ドリブル、北川とのマッチアップ、清家中に入っていく、カットイン、清家、ゴールキーパー高橋のセーブです。清家ゴール前まで持ち運びました。自らシュート、ただ高橋のナイスセーブです。浦和のコーナーキックです。キッカー直本光です。ゴール前に、ゴールキーパー付近に安藤梢がポジション取りしています。直本の近くにいるのが柴田です。ショートコーナー、直本クロス、大外ヘディング、フラッグ上がりました。ここはオフサイドの判定のようです。浦和がコーナーキックから一つ新潟のゴール前まで迫ろうというシーンでした。今日ワントップ菅沢優香です。 B リーグ初代得点女王、全試合に昨シーズン出場し14ゴールを挙げました。浦和のストライカーです。今日はフルス対戦となっています。菅沢、縦長いボール、清家の前、清家収める、直本、菅沢、かき出します、山谷、遠藤、清家クロス、ゴールキーパー高橋のキャッチです。清家が今日右サイドからいいクロスを配球しています。ドリブルとスピードのある選手です。清家は右サイドバックで出場することもありますので、今日どこかなと思っていたんですが、今日前線の右に入っています。ゴールキーパーまで下げました。浦和今日はセンターバック上野咲と高橋みのりという初センターバックコンビとなっています。浦和です。上野、ここは柴田が降りてきてビルドアップに参加します。縦入れます、落として高橋、遠藤、直本、新潟のディフェンス陣もしっかり対応しています。柴田前を向く、ふわっとしたボール、抜け出せるか、安藤、センターバックイヒョギョンの対応でした。始まっています。遠藤、清家、清家仕掛ける、スルー、浦和のディフェンダー陣も落ち着いて対応しています。1対1、浦和のホーム開幕戦です。今日初先発の遠藤から塩越、遠藤下げます、高橋、上野です。
上野はサイドバックの選手なんですが、左利きの、裏側にこれまでいなかったセンターバックという可能性を前節提示しました。いつもの見ている景色とはだいぶ違ったけれども、センターバックからもゲームを作れることを感じた。自分は背が高くないので、ヘディングはタイミングとスピードで対抗していきたいと上野咲希が話しています。さあ右サイドへ、清潔スペースあります。清潔中、塩越が走っていきます。大外、菅沢決まりました。菅沢ヘディング、前半20分です。浦和が勝ち越しゴール、菅沢優衣香です。エースが決めました。清家のクロスに大外、菅沢ヘディング、素晴らしいヘディングシュートでした。今季初ゴール、菅沢優衣香です。2対1、浦和が新潟にリードしています。前半の20分を経過しています。山谷、田中聖羅、田中かわせるか、佐々木の対応、田中聖羅はドリブルに特徴がある選手ということで、村松監督も前節は本当はサイドハーフ、サイドアタッカーでチャレンジさせたかったという話もしていました。課題はドリブルで仕掛けるのか、周りを使ってもう1回出ていくのかという選択のところだと村松監督話しています。さあ道上横パス、23番山本のシュートです。山本玲奈のシュート、ここで前半の飲水タイムです。山本結菜のシュートでした。少し浮いてしまいました。山本結菜、今日初先発です。前節は72分から投入されたんですが、左サイドでのプレーでした。今日もこの左サイドで先発を果たしています。ドリブル、足元のテクニックのある山本結菜です。前半の飲水タイム、今日非常にいいお天気に恵まれました。この浦和駒場スタジアムです。日は落ちてきたんですが、まだ昼間の暑さが残っています。選手たちの額にも汗が光っています。新潟のサポーターの皆さんです。田中聖羅選手が前節途中出場したので、今日も本当に頑張ってほしいという話をしていました。田中は U18 所属中の選手です。育成組織トップ化選手です。8月19日にトップ登録されたばかりです。飲水タイム終わって試合再開です。左サイド、安藤梢が足を伸ばしました。安藤同点ゴール、そして菅沢の追加点で勝ち越しています。浦和、安藤寄せます。直本、加藤の対応でした。加藤が入れます。神尾延、塩越入れます。菅沢落として、直本、清家のボールは少し合いませんでした。今日キャプテンマークを巻いている北川光、新潟は今季キャプテン3人ということで、三浦さつき、風翡翠、園田瑞希の3名なんですが、いずれも怪我となっており、前節もこの北川がゲームキャプテンを務めました。今日もキャプテンマークを巻いてのプレーです。北川光です。日本代表、
ターバックの高橋まで下げて、右遠藤優、山本結菜が詰めています。奪った上尾延から道上へのパス、ここは少し合いませんでした。山谷、北川、ここはライン割りました。浦和のスローインです。北川が入れます。道上、前節同点ゴールを決めました。道上です。相手のディフェンスラインとゴールキーパーの間、怖いところに入っていこうと考えていたと前節のゴールについて振り返っています。北川、上尾の縦入れる、田中聖羅からでした。ここは浦和が回収。縦に入れる、キャプテンの柴田、長いボール、成形のボールでした。ライン割ります。新潟は昨シーズン 4-4 に 2-3 試合ほど3バックも採用しましたが、前節は 4-4 に、今日も後ろ4枚で、中盤に山谷と上尾延のボランチ、左に山本結菜、右に園田優奈という並びになっています。前線が初先発の田中聖羅と道上彩香です。道上プレスに行く、直本、縦、山谷のブロック、ただ奪い返します。右サイドバックの遠藤、清家、塩越、左に広げます。左サイドバック佐々木から安藤梢、書き出しました。安藤梢は昨シーズンは、栗島の怪我もありまして、ボランチでのプレーとなりました。40歳、浦和レッズレディースクラブ創設時からのメンバーです。安藤は昨シーズンベストイレブンを受賞、実に2009年以来のベストイレブンの受賞となりました。安藤です。左サイド、ここは新潟のスローインに変わります。加藤しおりが入れます。裏のスローイン、柴田、上尾延のブロックです。奪い返しました。浦和、浦和は前節大宮戦後の会見で、楠瀬監督がアタッキングサードからの攻撃のアイデアを増やすこと、厚みのある守備、この2つを課題に挙げています。ここまで2ゴール、田中聖羅右サイドドリブル持ち上がる、田中クロス、道上、ライン割っています。田中聖羅が右サイド駆け上がりました。この田中聖羅選手、お父様が2001年から12年までは浦和に在籍してプレーをしていました。2013年から21年に新潟でプレー、現在は新潟の
トップチームのアシスタントコーチを務めています。浦和のサポーターの皆さん、田中聖羅選手を小さな頃から知っているので、今日は出場が、相手チームながら楽しみなんですよねと話しています。神尾野辺、浦和長いボール、ヘディングのクリアです。柴田花江、下げます。新潟も非常にスピードのあるプレスを見せています。村松監督は、守備のベースは昨シーズンある程度つかめたんだと話をしています。フリック、ゴールキーパー高橋のキックです。柴田、塩越、清家、縦に入れますが北川がカットです。左サイドバック北川、山谷、山本から道上、右スペースがあります。加藤しおり、ドリブルで持ち上がります。右サイド加藤、園田優奈、クロス、ヘディングのクリアです。山本優奈、滑って清家のパスを止めました。今日初先発、19歳の選手です。昨シーズンは6試合に出場、まだゴールはありません。いずれも途中出場でしたので、今日が公式戦初先発となっています山本優奈です。塩越、左サイドバック佐々木、センターバックの上野です。上野縦入れる、塩越前を向く、直本持ち上がる、直本ドリブル、直本打っていきました。直本のシュート、自ら打ちました直本。浦川がついていましたが、打っていきました。左足、枠の外でした。直本光、7月の E1 サッカー選手権チャイニーズ台北戦でキャプテンマークを巻いてなでしこジャパンでプレーをしました。左腕が重かったと試合後にコメントしていましたが、直本のクロスから2ゴール、勝利に貢献しました。代表でも結果を出しているこの直本です。ドイツでのプレー経験もある直本。清家、加藤、山谷、神尾延、ここは少し合いませんでした。新潟の神尾延恵です。左利きのプレーヤー、2011年なでしこジャパンのワールドカップ優勝メンバーです。浦和の安藤も同じく2011年の優勝を経験しています。佐々木、上野、柴田、高橋、清家まで行きます。清家、斜めのボール、山谷、ここは手前で引っかかります。直本、さあここからどう崩していくか。浦和、アタッキングサードからの攻撃のアイデアを増やすという課題を掲げています。浦和の楠瀬監督です。直本が降りてきてビルドアップに参加します。直本左へ、佐々木、安藤梢、佐々木、菅沢、菅沢、清家、ここは防ぎました。北川光が体を張りました。立ち上がれません。新潟の14番北川です。菅沢から清家、
飛び出してきた高橋、少しポストに当たりましたか。北川、清家のシュートにゴールキーパーの高橋が飛び出して、北川がゴール前ギリギリのところでかき出しました。北川右足で、少しポストに膝のあたりが当たったでしょうか。北川、今担架がピッチの中に運び込まれています。立ち上がりました北川光、一度外に出ますが、新潟のサブのメンバーの準備も進んでいますが、北川治療をピッチの外で受けています。心配そうに見守る新潟のサポーターの皆さんです。北川光は7月に行われました E1 サッカー選手権に追加招集されました。ゲーム始まっています。浦和、山谷ブロック、塩越、清家クロス、ゴール前、ゴールキーパー高橋のキャッチです。北川はまだピッチには戻っていません。新潟は現在10人で戦っています。前半35分が経過しています。ヘディング、上尾延、落として加藤、長いボール、ここは少しキックが大きくなりました。田中聖羅への、裏へのパスでしたが、浦和が最終ラインから組み立てます。遠藤、新潟の村松監督は堅守速攻、そしてそれを成立させるための超ハードワークという2本の柱を今季掲げています。守備の構築は昨シーズンある程度できたと話していますが、今季はその速攻の部分、ボールをどれだけ前に進められるかというところ、今日はそこをトライしたいんだと話をしていました村松監督です。裏ボールのスローインです。山本結菜です。柴田、清家、奪いました新潟。ここから田中あるいは道上につながると新潟もチャンスになるんですが、浦和がすぐに奪い返しています。裏へのボール、菅沢、イヒョギョンの対応でした。まだあります。マイナスのパス、園田優奈がクリア、そして打っていきました。浦和のシュート、狙っていました遠目からです。塩越です。塩越ゆずほ、育成から昇格8年目のプレーヤーです。昨シーズンは17試合に出場、4ゴールを記録しました。B リーグ全260得点中ベストゴールにこの塩越のゴールが選ばれています。柴田下げます。遠藤、裏ゆっくりと最終ラインでつなぎます。上野、安藤梢、佐々木がこの位置です。倒れて笛です。
藤しおりと佐々木のマッチアップでした。両選手とも立ち上がっています。会場から拍手が送られています。佐々木真優、シンプルにプレーをして周りに合わせるのが自分の良さなのかなとコメントしています佐々木です。昨シーズンはボランチも務めました。佐々木、全試合にフル出場した昨シーズンです。5年目の選手、代表の経験もあります。さあスローイン、安藤、2枚で挟む新潟、浦川下げます。高橋から北川光、戻っています。北川プレー続行です。ここはライン割りました。新潟のセンターバック浦川が倒れています。新潟は今怪我人が増えていまして、7月末にこの風花、そして8月に石渕萌実、園田瑞希、そして開幕前日にはセンターバックの三浦さつきも怪我ということで、このセンターバック浦川が非常にいいプレー見せているんですが、立ち上がっています。180センチのプレーヤーです。浦川、ロングフィード、ヘディングが武器の浦川です。こちらは北川光です。道上が体に当てて、北川入れます。田中聖羅、田中右足シュート、打っていきました。田中聖羅です。現在16歳、トラップから右足振っていきましたが枠の外でした。前半41分が経過しています。2対1、浦和が新潟にリードしています。少しパスずれて高橋から遠藤、清家がここまで降りてきています。柴田、直本です。外追い越す遠藤へ、中入れる菅沢、右へ流れて遠藤、胸トラップ、直本、清家、安藤、柴田、清家、遠藤優です。清家、浦川のブロックかき出しました。センターバックイヒョギョンの対応でした。42分が経過しています。浦和のコーナーキックです。キッカーは直本光、ゴール前に安藤梢、ショートコーナー、直本、直本かわそうというところでしたが、山本結菜がしっかりかき出しました。浦和スローインです。柴田が入れます。青本入れるが、これは高橋がしっかりと抑えました。今季初出場の高橋智子です。新潟レディースの U18 から新潟医療福祉大学へ進みまして、この新潟に加入しています。さあ道上彩香に入りました。この道上に入るとやはり新潟はチャンスが広がります。
北川、内上、北川下げて山谷すぐ入れます。再び新潟のスローイン、北川、内上キープ、倒れますが笛はありません。44分が経過しています。先制されましたが追いつき追い越しました浦和。いい形で立ち上がり先制した新潟なんですが、1点を追いかける展開となっています新潟。安藤がこの右に今ポジションを変えています。上尾延、山本結菜、山本長めのパス、内上へ高橋が対応しました。村松監督はこの内上が前節は少しパスを出す方に回ってしまっていたと、やはりシンプルに自分で打つ方が内上の良さが出るんだという話も村松監督していました。45分経過してアディショナルタイムは3分の予定です。エンドを奪います山本、縦にここがつながればというところでしたが、新潟スローインです。ベテランの上尾延が入れます。山本、直本、前線へ、あ、山谷が抑えました。北側のクロス、田中中央、道上、混戦になる、道上抜け出せるか、山崎凛が抑えました。前節1ゴールの道上、46分が経過しています。直本、左から塩越下げます。長いボール、胸トラップで清潔倒れましたが、フラーボールです。アディショナルタイムに入っています。浦和対新潟、浦和がいい位置でフリーキックを得ています。キッカー直本です。直本非常にいいキックを持っています。中央付近に選手たち両チームとも固まっています。新潟の選手壁を作っています。直本のキック、グラウンダー、浦川かき出す、ヘディングクリア、再び直本のもとへ、直本低いボールで来ました。2点リードの浦和、清家、で前半終了のホイッスルです。2対1、浦和が新潟にリードしています。前半7分に新潟山谷のゴールで新潟が先制しましたが、前半11分に安藤梢の同点ゴール、そして前半の20分に菅沢優衣香の逆転ゴールが決まっています。
2022-23 WE リーグカップグループステージ第2節グループ A 三菱重工浦和レッズレディース対アルビレックス新潟レディースの一戦は前半を終えて2-1浦和がリードしています。
2022-23 WE リーグカップグループステージ第2節グループ A、 三菱重工浦和レッズレディース対アルビレックス新潟レディースの一戦を浦和駒場スタジアムからお送りしています。会場は日が落ちて少し暗くなってきました。それでは前半をハイライトで振り返りましょう。WE リーグカップ第2節、浦和と新潟の対戦です。まず前半7分です。田中聖羅がドリブル持ち上がります。中央には山谷、その山谷が右足のゴール、これで新潟が先制です。ボランチの山谷瑠香が決めました。長い距離走っていました山谷。前半11分浦和です。中央で直本、清家、大外、安藤のゴール。安藤しっかり外で詰めていました。直本から清家、菅沢もボールはいましたけれども、外の安藤でした。前半20分です。浦和のゴールシーン、ロングボールから右サイド清家、清家のクロスに菅沢のヘディング、エース菅沢が決めました。ふわっとしたボールにしっかりと大外から合わせていきました。32分浦和です。直本ドリブル持ち上がります。直本自分で打っていった左足、直本のミドルシュートでした。浦和対新潟、前半2対1で折り返します。浦和駒場スタジアム、この時間も風が画面右から左へ吹いています。日が落ちて少し涼しくなってきました。ただ日中は34度まで上がりました。このさいたま市、まだピッチには昼間の暑さが残っています。まず浦和の選手たち、ピッチに姿を現しました。同点ゴールの安藤の姿を捉えています。新潟の選手たちもピッチに戻ってきています。今日は浦和のホームゲーム開幕戦です。浦和対新潟、2対1で後半が間もなく始まります。新潟は今日33番田中聖羅選手初先発、こちらは先制ゴールの山谷です。浦和交代があります。25番河合が入ってきました。後半頭からこの河合野の子がピッチに入っています。20番高橋みのりとの交代のようです。新潟はハーフタイムでの交代はないようです。今両チームの選手たち、円陣を解いてポジションに散らばっていきました。エンド変わって後半は右にホームの赤いユニフォーム浦和、左に白のユニフォーム新潟です。今後半の45分がスタートしました。遠藤優の対応でした。柴田、菅沢のところ、
ゴールキーパーまで一度下げます。センターバック浦川、北川光、飛び出してきました。ゴールキーパー山崎が出てきています。猶本、佐々木、縦入れます。安藤、中には菅沢、清家、菅沢、猶本、漁業のブロックでした。浦川かき出します。道上倒れます。前節1ゴールの道上です。ここは新潟のボールになります。さて入れる、もう一つ北川、ここはオフサイドです。浦和の交代選手河合野の子、センターバックに入っています。こちらは上野咲希です。これが河合です。塩越、菅沢、菅沢倒れますが笛ありません。猶本、ドリブル中へ入ってきます。清家、中には2枚下げて倒れますが猶本、ここで笛です。落として遠藤優が倒れました。柴田こぼれて猶本が回収しようというところでしたが、浦和のフリーキックです。48分を回っています。いい位置からのフリーキック、浦和ゴール前4人の選手が固まっています。その後ろに塩越と遠藤がいます。壁を5枚作る新潟、北側が外れて4枚になりました。新潟、猶本の前に壁を作っています。猶本は素晴らしいキックがあります。猶本のキックブロック、壁に当たって浦和のコーナーキックです。ゴール前には安藤、中央に浦和の選手たちが4人固まっています。少しファー寄りのポジションでしょうか。柴田がキッカーの方に寄っていきます。猶本のキック、枠の外でした。河合野の子が打っていきました。リプレイです。猶本のキックに河合の右足、センターバックの河合途中出場です。打っていきました。後半は浦和センターバックのコンビが上野と河合という、また新しいセンターバックコンビになっています。道上、山本、田中、最終ラインまで
高橋のキックです。ドリブル持ち上がります。山本まだ行く。浦川センターバックの浦川抜けた。浦川2人です。プレスに行きます新潟。ただここは裏ボール。直本左サイド塩越です。塩越から中、ここはセンターバックの浦川が回収。ボランチの山谷長いボール入れます。道上裏も2人で挟みました。こちらが後半から投入された河合野の子です。ユース昇格2年目の選手、両足での正確なフィードが特徴という選手です。上野新潟チャンスになるか。安藤がしっかりとリスクマネジメントしていました。佐々木が倒れています。浦和の4番左サイドバックの佐々木です。佐々木真由日テレメニーナから清和学園高校に進み2013年に仙台に加入し浦和5年目の選手です。佐々木がここで少し右足に当たっていました。立ち上がっています佐々木です。佐々木は昨シーズン全試合にフル出場。左サイドバックで今日先発をしていますが左サイドハーフそしてボランチもできる選手です。上野塩越上野センターバックです。奪います新潟。ただすぐに回収します浦和。直本がこの位置書き出しました。柴田菅沢から清家直本右へ広げます。遠藤直本遠藤縦入れます。ここはカット北側です。上尾野辺北側縦に入れる。道上のところゆっくり道上が今ボールに触ります。中入ってくる道上振っていった。右足のシュート。後半ファーストシュートは新潟です。センターバックの上野後半から入ったセンターバックの河合野の子です。20歳のプレーヤー。最終ライン新潟浦川ボランチ山谷園田優奈山谷入れます。縦に入れます。上尾野辺ふわっとしたボール山本収まるか。遠藤の対応55分が経過しています。浦和は後半も4バックで入っています。ここで新潟交代です。山谷ルカに代わって32番の白沢ゆりえが入ります。
平沢初出場です。ボランチの位置、山谷と同じ位置に入りました平沢ゆりえです。 U18 の所属中の選手、18歳。前節初めてサブにメンバー入りしたんですが出場はありませんでした。初出場です、白沢ゆりえ。神尾延べ奪います。清家打っていきました。浦川も対応していました。清家がゴール前まで運びました。遠藤からドリブル、遠藤持ち上がる、縦入れて清家のシュート、枠の外でした。浦和は前節 4-3-3 という新しいシステムにチャレンジしました。今日もその 4-3-3 で前半入りまして、後半も4-3-3 の並びになっているように見えます。浦和のスローインです。新潟ゴールキーパー高橋まで下げて浦和が回収。直本ここは新潟ボールに変わります。前線の頂点に菅沢、右に清家、左に安藤、中盤塩越と直本、そしてアンカー気味の位置に柴田という並びです。浦和右サイドから菅沢へのボール、浦和のスローインです。ゴール前には安藤と菅沢が入っています。柴田、北側のクリアです。道上収まるか、上野が下げます。今日は両チームとも若いフレッシュな選手が投入されています。ここは安藤、佐々木倒れます、笛がありません。13番、ここはライン割りました。右サイドバックの加藤しおりです。入団した時はサイドハーフだったんですが、3年目からサイドバックにコンバートされています。昨年は左膝半月板の怪我もあり、半年近くリハビリを経てピッチに立っています。前節初先発、新潟4年目の加藤です。安藤縦に入れますが、ここはライン割りました。塩越へのボールでした。今日同点ゴールの安藤梢です。安藤は昨年筑波大の助教に就任しまして、サッカー戦術を図るの能力を測る新しい物差しを作るという研究をしているそうなんですが、膨大な量の試合を分析するうちに相手ディフェンスラインの動きを予測しやすくなったと、それがピッチでのパフォーマンスにも結びついているんですと、この安藤が話しています。プロサッカー選手と、大学の先生という二足のわらじを履いている安藤です。抜け出す山本、左へ広げます。クロス、田中のところでしたが、ここは少し長くなりました。北側からのクロスでした。北側は左利きのプレーヤーです。巻いて蹴るクロスに非常に定評があります。
今季の目標は6アシストという数字を掲げている北川です。60分を経過しています。前半のスコアのまま動いていません。2対1浦和対新潟の一戦をお届けしています。左サイドバック北川のスローインです。田中セイラ斜めのパス、浦和回収、安藤梢、急ぎません。佐々木です。ゴールキーパー山崎、今日は初先発となっています。浦和道上がスライディングに行きましたが、佐々木が倒れています。直本光立ち上がっています。プレ再開です。長いボール、浦和菅沢清家、ここはオフサイドです。1点を追いかける新潟、村松監督は前節縦パスを入れて早く進むこと、そして失ったらカウンタープレスですぐに取り戻すこと、この2つを選手たちが非常に意識高くやってくれたんだと話していました。ただ点を奪うという本来の目的はできていなかったと、今日はシュートを増やしたいと村松監督話しています。塩越、道上がプレスに行きます。柴田、今シーズンは、昨シーズンの守備プラス今シーズンは前から行って、かいくぐられたらボールを中心にブロックを敷いて形を戻す、そういったことを試していきたいんだと村松監督話しています。新潟の選手たち前から今日プレスに行っています。こちらは浦和の楠の瀬監督です。田中セイラ、こちらが新潟の村松監督です。今日は浦和の攻撃力をいかに抑えるか、そして速攻もトライしたいという話をしています。今季は相手陣地で前から取りに行きたいと、昨シーズン中盤でブロックを敷くことが多かったんですが、今日は新潟取りどころを抑えて前から行っています。速いパス回し、新潟田中セイラ2枚で挟みます。浦和加藤のスローインです。田中セイラへのボールでした。お父様と同じフォワードの選手です。ここはライン割っていません。菅沢が追います。ゴールキック、長いゴールキーパーから長いボール落として、柴田、上野、田中が
じわじわとプレスに行っています。柴田ゆっくりと左へ、佐々木戻して再び柴田です。右へ縦、猶本、65分が回って間もなく66分になります。後半はスコアが動いていません。浦和対新潟、安藤落として猶本から塩越入れる、菅沢抜けてくる、右足決まった、菅沢今日2得点目、エースが決めました。菅沢ゆいかのゴールです。サポーターからも大きな拍手、塩越、菅沢伊藤が対応しますが、右足のゴール、ディフェンスをかわして、中へ入っていって菅沢が決めました。今日はフルス対戦となっています。菅沢、ここで後半の飲水タイムです。菅沢ゆいかはJFA アカデミー福島から2008年、あ、この笑顔です、ガッツポーズ見られています。菅沢2008年に新潟に所属していました。そこから千葉でプレーをして浦和に移籍しています。今日は古巣対戦の菅沢2ゴールです。楠瀬監督も、菅沢はミートするのが非常にうまいんだという話もしていました。3対1、浦和がリードを広げています。新潟は2点を追う展開、風のある浦和駒場スタジアムです。日が落ちて少し涼しくなってはきたんですが、選手たちも額には汗が光っています。さあここで浦和交代があります。2枚替えです。塩越ゆずほに代わって角田風花が入ります。そしてもう1枚は安藤梢に代わって丹野リリカ投入です。塩越と安藤がここでピッチを後にします。丹野リリカです。14歳の頃にすごいドリブラーがいると聞いて楠瀬監督見に行ったそうなんですが、独特なリズムのドリブル、左利きの綺麗なキック、非凡な才能を小さい時から見せていたという丹野リリカです。打ってきました、新潟のシュート。こちら田中聖羅初先発です。16歳の選手、丹野は中盤に入っているように見えます。遠藤、2枚で挟む新潟、北川が奪います。園田優奈、縦パス、センターバック上野、そして園田がチャンスメイクしていきました。奪います、持ち上がる、中央、田中聖羅、田中と倒れますがノーホイッスル。
猶本、上尾延強い、園田優奈、スペースへ道上へというボールでしたが浦和が回収しています。ただ新潟もこの前線の2枚道上と田中がじわじわとプレスに行っています。右へ清家斜めのパス、上尾延ワンタッチ、道上ここは奪います。清家から右サイド菅沢、中には2枚、手前の遠藤へというところでしたが新潟がカット。柴田、川井抜けて大きくクリアです。新潟、上野、ここに丹野です。上野から中、丹野へのパスでしたがここ少し合いませんでした。丹野が左にかなり張り出してプレーをしています。柴田、浦川、佐々木のヘディング、柴田2枚で3枚でいきます。新潟、ただ浦和も奪い返します。強い、失礼、角田です。角田17歳の選手です。さあ丹野リリカ、丹野は前節サブのメンバー入りしたものの出場はありませんでした。今日が初出場です。そしてこちらの角田風花17歳ユース所属中の選手です。菅沢足を伸ばしました。浦和がこの時間帯新潟の陣地に押し込んでいます。スローイン、柴田、上野、ゴールキーパー山崎です。左サイド北側、中には4枚落として、山本が滑りました。ハーフタイムにはピッチに散水が行われていました。ここで新潟2枚替えです。田中聖羅に代わって34番が入ります。長崎さやです。そして沼尾も入っています。17番、
滝川夢が入っています。ゴール前、新潟は2枚替えを行いました。山本結菜に代わって滝川夢が入っています。そして田中聖羅に代わって長崎が投入されています。田中聖羅16歳、この時間でピッチを去りました。滝川は中盤の右に入っているように見えます。そして長崎が左です。中盤の左に長崎、道上ワントップ、そしてここに園田優奈です。一度下げます。浦和、道上と園田優奈のツートップになったでしょうか。猶本、左サイド、失礼、右サイド、一度下げます。イ・ヒョギョン、道上、胸トラップで、ここはオフサイドです。園田優奈へのパスでした。442という形は変わっていないようです。道上と園田優奈ツートップです。丹野リリカ、丹野ドリブル仕掛けていく、丹野浦川の対応でした。丹野リリカ、今年1月ユースから昇格しています。高校2年生ユース時代に楠瀬監督から指導を受けていました丹野です。さあ浦和のコーナーキック、キッカー直本です。猶本が手前に来てよというジェスチャーを見せていますが、猶本のキック、中央、ゴールキーパーパンチング、右足、清家のシュート、浦和が回収、猶本すぐ入れます。清家、前を向けるか、浦和のコーナーキックです。今猶本が柴田に近くに寄ってきてというようなジェスチャーを送りました。そして柴田がそのキッカーの猶本のもとに寄ってきています。もう一本浦和のコーナーキックです。ファーサイド抜けました。ゴールキックに変わります。猶本はドイツのプレー経験があります。まあクロスも非常に定評がある猶本なんですが、ドイツ時代にシュートの技術がないということを痛感したと話していました。パサーになってしまっていたと。そこで、まあ、20年に浦和に復帰してシュート練習を増やしていると話しています猶本です。高橋のキック、左サイド、ここはライン割って浦和のスローインです。途中
中出場の角田は中盤の右に入っているように見えます。これが角田風花です。17歳、抜け出せるか。中に当たんの北川、滑ります。新潟、激しいボールの奪い合いです。81分が経過しています。3対1、浦和が2点のリード。立ち上がり先制されましたが浦和が逆転、そして2点リードを広げて清家、中へ入ってくる清家、直本のシュート、4点目、直本です。直本光が4ゴール目決めていきました。北川対応したんですが清家ドリブルでカットイン、抜けて直本右足、前節のゴールも同じような形でこぼれて直本でした。浦和が4得点リードを広げています。82分を回っています。さあ新潟、まずは1点返したいところ。道上に入ります。滝川夢、滝川縦のボール、園田雄大でした。後半から投入されています滝川からのボールでした。2枚でいきます新潟。後半から投入のこの滝川です。浦川、柴田、前を向く角田から清家です。中には2枚、丹野が中で手を挙げている。滝川がこの位置まで下がってディフェンスをしています。浦川のクリア、佐々木、柴田、柴田キープ、縦入れます。丹野のクロス、ゴールキーパー抑えます。神尾延、加藤しおりです。浦和も2枚で挟みました。河合、右サイドバックの遠藤を下げます。再び河合、センターバック上野です。4点リードの浦和、長いボール、佐々木が走ります。佐々木のナイスプレーです。最後までボールを追いかけました佐々木真由です。右サイドバックの加藤しおりがスローイン入れます。ここで浦和交代のようです。上村翔子が入ります。菅沢結香との交代です。前節先発の上村が入ってきました。新潟のスローイン、丹野が倒れます。サイドからのドリブル突破が強みの丹野です。アシスト、もしくは切れ込んでシュートまで行きたいと意欲を話しています。
のフリーキックです。いい位置、ここは直本のキック。直本のサイドに清家が立っています。そしてファーサイドに3人、浦和の選手変化つけてきた。ゴールキーパー高橋が抑えました。右サイドからここは浦川がインターセプト、持ち上がります。縦パス柴田がカット、こぼれてここはオフサイドです。上村が入りましたので清家がワントップのような形に見えます。87分です。4対1。柴田、道上、スペースへ出しますが新潟まずは1点返したいところ。新潟スローイン、直本、長いボール、清家を走らせます。北側のクロス、上野のクリアです。清家収めてドリブルで持ち上がる。清家かわして右足振った、自ら打っていきました。中には丹野も走り込んでいましたが打っていきました。清家です。裏はコーナーキック、ペナルティーアーク付近に上村が立っています。ゴール前に丹野です。キッカーは直本。直本のキックです。清家こぼれて河合も上がってきていました。途中出場の河合の子です。スローイン浦和、清家、89分が経過しています。裏のコーナーキックです。直本のキック、いやショートコーナー変化つけてきました。プレスに行きました。奪った新潟、ここから持ち運べるか。柴田のインターセプトでした。新潟もカウンターを仕掛けようというところでしたがしっかり対応しています。浦和4対1。アディショナルタイムに入っています。アディショナルタイム2分の予定です。まずは1点返したい新潟。長崎がここ浦和の最終ラインにボールが行きます。河合のクリア、柴田、佐々木、
菅野です。奪った新潟、上野回収、ゴールキーパー山崎凛まで戻します。さあこのままのリードで勝利できるか浦和。1点返したい新潟。川井、川井の長いボール、山崎まで戻しました。前からプレスに行きます。園田優奈です。前節はアシストを記録しました園田優奈。猶本前を向きます。猶本ドリブル、滝川奪います。滝川夢、北川光、北川の長いボール、ヘディングのクリア、こぼれて猶本、丹野リリカです。丹野ゆっくりドリブルで持ち上がります。丹野、スペースへというボールでしたが、ここで試合終了の笛です。4対1、浦和が新潟を下しました。2022-23 Weリーグカップグループステージ第2節グループ A、三菱重工浦和レッズレディース対アルビレックス新潟レディースの一戦は4対1で浦和が勝利しました。ホームの浦和がホームの開幕戦勝利で飾りました。浦和は B リーグカップ初勝利です。昨シーズンはこの両チーム2戦戦っていずれも浦和が勝利しましたので、 WE リーグ公式戦浦和新潟に対して3勝目ということになりました。4対1、新潟が先制したんですが、そこから浦和が同点逆転そして追加点と4対1という結果になりました。浦和の選手たちこの笑顔です。浦和の選手たち、ベテランの菅沢そして若い角田、丹野も今日は後半から出場をしました。河合野の子も後半頭から入りました。浦和4点を取って快勝です。一方の新潟、山谷のゴールで先制、幸先のいいスタート切ったんですが、そこから4失点ということになりました。怪我人も出ていまして、新型コロナウイルスの感染症2選手が発表されています。起用も非常に難しさがあったと想像されます。新潟一例です。90分終わって4対1です。ホームの浦和がアウェーの新潟を下しています。浦和の選手たちもホームスタンドに一礼です。ホーム開幕戦勝利でスタートしました。
楠瀬監督も、まあ、今日は若い選手を使うと思いますとしっかりマネージメントしながら、まあ、成長のためにも次のステージに行くためにも思い切って若い選手にはプレーをしてほしいと楠瀬監督話していました。一方の新潟、4失点4対1で終了しています。浦和対新潟の一戦です。では今日のゲームをハイライトで振り返ります。浦和のホーム開幕戦です。浦和がホームに新潟を迎えました。まず後半、新潟、失礼、前半です。山谷のゴールシーン、右足でしっかりと中央から決めていきました。田中聖羅のアシストです。山谷、今季初ゴール。次は浦和のゴールシーンです。11分清家、大外安藤、これで浦和同点です。ベテランの安藤のゴール。直本から清家、清家のクロス、大外、浦和安藤でした。前半20分です。浦和長いボールから清家が収めて、ふわっとしたクロスにヘディング、菅沢のゴール。優しいクロスに菅沢が合わせていきました。これで浦和逆転です。前半のうちに逆転に成功しました。浦和2対1で後半がスタートです。69分です。直本から塩越、菅沢、中に入ってきて菅沢のゴール。菅沢、処分もついていたんですがかわして中へ入ってきて右足で決めました。浦和3点目です。82分浦和です。清家奪って、大外直本、清家がドリブルでカットイン。丹野リリカも中にいたんですが大外の直本が決めていきました。これが浦和の4ゴール目です。2022-23 Weリーグカップグループステージ第2節グループ A、 浦和対新潟は4対1で浦和が勝利しました。浦和の選手たちが今場内を回ってサポーターの皆さんに挨拶をしています。今日は浦和のホームゲーム開幕戦でした。4対1浦和快勝です。ゴール裏のサポーターに浦和の選手たちが挨拶に行っています。それでは次節の対戦カードをご紹介します。浦和は9月3日ホームに長野を迎えます。浦和駒場スタジアムでホームゲームが続きます。新潟も9月3日アウェイでマイナビ仙台との対戦です。新潟はアウェイゲームが続きます。Bリーグカップグループステージ第2節グループ A、 三菱重工浦和レッズレディース対アルビレックス新潟の一戦は4対1ホームの浦和が勝利しました。実況は安田美香がお伝えしました。
それではこの辺りで失礼します。